アメリカ空軍の T-38 と、海 -22、イギリス空軍のユーロファイタータイフーン、フランス空軍のラハール軍用機は、国の軍事的活動のためにその国の機関が使用する、航空機。反政府組織が使用する、航空機を含む場合もある。また軍用機の内武装を持つものを戦闘用、航空機と呼んで区別する。軍隊のシリアルナンバーがついているものを軍用機。 民間国籍の登録番号がついているものを民間機と記号で区別する方法もある。ただし、軍の運用をする洋人輸送機に民間国籍記号をつけている国もあるため、この区別には例外がある。航空機の軍事利用は熱気球から始まった。1794年6月26日、ベルギーのモーボーに展開していたフランス陸軍が 敵の情勢を偵察するために気球を利用した。これが人間が乗った気球が戦争に使用された最初の例である。19世紀に入ると気球が軍隊で広く利用されるようになった。有名な例では1861年4月から始まったアメリカの南北戦争がある。同年6月18日、気球エンタープライズは高度150メートルまで上がり、電信により 偵察情報を地上に送った。また、ブラジルでは、三国同盟戦争で気球を利用して、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの連合軍は、パラグアイの制圧に成功した。一方、イギリスでも、1880年6月24日に、最初の気球部隊を編成し、その後、ベチュアナランドでの軍事作戦に投入した。気球の原理を活かして、より大型化するとともにエンジンをつけて、 操縦を行えるように飛行船が登場した。1900年7月2日、ドイツのチェッペリンによって飛行船、フェルディナント・フォン・ツェッペリン、LZ1 が初飛行した。ドイツでは飛行船が軍事作戦に有効であるとして、チェッペリンに軍用飛行船を発注し、1906年10月9日に初飛行した LZ3 は、1909年6月20日に、 ドイツ陸軍に引き渡されて世界初の軍用飛行船となった。ドイツ陸軍ではこの飛行船を Z1 と呼んだ。飛行船は気球に比べて活動範囲や使用範囲は大幅に拡大したが飛行機の実用化に伴いその存在価値は低下していった。ライト兄弟が飛行機を開発した後次々に新たな飛行機が開発され実用化されていった。 1892年2月3日、フランスが世界初の軍用航空機の契約を行った。爆弾を搭載できる航空機の製造契約をクレマン・アデールに与えたが、1897年10月14日、飛行に失敗し、契約は破棄された。1907年12月23日、アメリカ陸軍が世界で初めて軍用航空機の開発使用書を 民間の製作会社に提示した。1908年2月6日、アメリカは軍用機製作契約を交わし、途中オービルライトが墜落事故を起こして同乗者を死亡させたため、計画が一時中止されたが、1909年7月27日に陸軍による初の試験が実施され、1909年8月2日に最初の実用機を受領した。 1910年4月、フランスは航空運用部隊を構成し、10月に航空部隊を編成した。同年、ロシアでも、訂正ロシア飛行部隊が作られた。1911年4月1日、イギリスは航空手団を構成し、翌1912年5月12日に飛行部隊を編成した。同年6月に、イタリアで、10月にはドイツでも、 飛行部隊が作られた。1914年7月、第一次世界大戦は勃発。第一次世界大戦以前の航空用法は、一部に爆撃の準備もあったが、主体は、地上作戦協力の創作目的、指揮の連絡、砲兵協力など航空戦略、航空戦術には値しないものだった。開戦以降、爆撃が蓄次試みられた。ドイツは1914年に、 パリ爆撃、1915年に飛行船による爆撃、1917年に英本土爆撃を行い、それに対し、イギリス、フランスも報復爆撃を行った。1915年後半になると、飛行機に戦闘機、爆撃機という文化機能が現れた。1920年代初頭、日米英海軍は航空母艦と艦載機を開発する。 1921年、航空戦力の本質を構成とし、空中からの決定的破壊攻撃を説いたジュリオ・ドゥーエの制空が発刊され、1927年には世界的反響を生んだ。ドゥーエやミッチェルに代表される制空獲得、性戦略的用地攻撃を重視するには、戦略爆撃部隊の保持が好ましく、1930年代には技術的にも可能となり、 列強は文化比率で爆撃機を重視するようになった。この頃から補助戦力であった航空機を主力にする主張が各国で現れる。アメリカ陸軍のウィリアム・ミッチェルは戦艦無用論の提唱者であった。1921年、ミッチェルによって陸海軍共同で戦艦に対する大規模な爆撃実験を行われ、陸軍のマーチン爆撃機数機で 大西洋岸に浮かべた実験艦に対艦爆撃を行い、ドイツの戦艦オストフリースランド、旧式戦艦ニュージージー、軽巡洋艦フランクフルトを撃沈した。ミッチェルはアメリカ空軍の設立を各方面に解いて回ったが、入れられず、軍主導の不況を買って左遷された。1939年9月、第二次世界大戦が勃発。 1941年12月、日本も参戦し、太平洋戦争が勃発。海戦兵器等に日本海軍が実施した真珠湾攻撃でアメリカの戦艦数隻が撃沈され、主力としての航空機の認識が高まった。対戦末期にはドイツで世界初のジェット戦闘機である ME262 が誕生した。また、対戦ではヘリコプターが移動や 紹介の用途で使用された。対戦後の航空機は、プロペラ機からジェット機へと移行していった。ベトナム戦争ではヘリコプターが攻撃任務に使用された。自動制御技術の進歩とともに、無人航空機の導入も進み、巡航ミサイルや無人偵察機、無人攻撃機などが実用化されている。ありがとうございます。